はい、テレジェンシアカです。今日はですね、攻撃力をね、上げるっていう練習をね、最近ちょっと、取り組みをね、ちょっと多くしてきてね、それについてちょっとお話していきたいと思うんですね。多くの子が、攻めていくのはいいんだけど、日本の子っていうのは、まあ、どちらかといえば、こう、いろんなテクニックをね、とにかく一番最初に、たくさんこう覚えていきましょうって。で、だいたい、攻撃的なんですよ。結構やってることはね。でも、攻撃する前にその確率が分かんないままね、消えていく子が多いんですよね。それについてね、その現状と対策についてね、ちょっとお話していきたいと思いますね。で、ちなみに私のことについてお話しするんですけどね、私はまあ、過去に、テニス雑誌で技術解説、その他、世界のね、テニスのね、レポートをね、テニス雑誌、テニスの、テニスジャーナーさんとかね、そういうのでやってました。で、テニススクールの方の経営もやって、で、まあ、日本の代表選手、その他プロの選手というのも育成してきて、で、現在韓国の方ともね、こう、いろいろとこう、行き来をして、お互い強くなるの環境づくりをしようかなと思って、で、また今度はヨーロッパのブラトグルーさんのところちょっと行って、どんな施設なのかなといろんなところをね、ちょっと見させていただくというようなこと形で、またいろいろね、皆ご紹介がね、そういうのができたらなというふうに思ってますね。ということで、まあ、攻撃力ですよね。多いのは、まず、厳密ね、厳密って、現状ね、実際のところ、まあ、攻めていくテニスをするんだけども、攻めきれる子は、まあ、おそらく 5% ぐらい。で、その他の子っていうのが、もう、ほぼほぼ、攻めきる前にミスして終わって、で、ジュニア時代を終えるということのが多いじゃないですか。どうでしょう、攻めきれてます、みんな悩んでますよね。こう打ってったらなんかこうミスするし、で繋げたらやられるしみたいなね、なんかそんな感じでこうなんかこう会える、助けてくれみたいな会える人多いじゃないですか。で、正直ね、なんていうかな、まあ、今度ね、この23日かな ?23 日、まあ、中学生対象でね、この攻撃力を上げるのもちょっと、やっていこうと思ってるんだけど、6月23日ですね、中学生対象でね、ちょっとコーナーミスね、コーナー攻めていく時の、ミスね、で、それも、なんていうかね、時間を貯めて打つんじゃなくて、時間を奪いに行くっていうね、早いタイミング、できる前に入ってっていうのに、ね、ちょっと今回、反復練習を1日やろうと思ってるんですよね。もう一つが多いのはね、やっぱコーナーをしっかり攻めれるっていうのはよくはなってきてる子はいるんだけども、逆になんていうのかね、こう、溜めすぎちゃって、で、コーナー打った時には相手がもう完全に、なんていうかな、カバーされちゃってるっていうかね、例えば、相手、コーナーを打って、相手を端に立たせて、で、こう、反対を打とうとするときはもう相手戻ってきてるとかね。で、本当だったらこう、戻る前に返さなきゃいけないじゃない。で、まあ言えば、相手がコートカバーする前にボールを到達させれるかどうかっていうところが、こう、大きくなってくるから、まあそこで、まあ一般に言う、こう、ライジングとかね、まあ、で、結構早いタイミングで打てればいいんだけど、それをやるとミスしちゃうんですね。か、打ってったらまた真ん中戻っちゃったとかね、まあこれが多いんじゃないのっていうね。で、そこに関しては多くは、まあ、頑張ってボールの距離感っていうのを定位能力っていうんだけど、定位能力は結構あったとしても、最後の識別能力、こう調整するのがうまくできてない子って非常に多くて。で、この間、まだね、戦績が出てない子ね、まだ勝ってない子を対象に、まあちょっと今、低年齢の子を中心にこう集めてやったんだけど、その時にね、言ってるのもやっぱこう、識別能力のことなんでね、やっぱりこう、なんていうのかな、ボールをこう、じゃあどう調整したらいいのか、いいのか、ミスを減らすにはどうしたらいいのかっていうことの、日頃のね、まあ心構えというか、なんかそれについてちょっとやったのね。で、結局は、日頃の、まあ心構えというか、練習の取り組みの仕方を知ってるか知らないかなんですよね。で、まあ、ここでも、まあ、伝えますけどね、別に隠す必要もないと思うから、目と手の協調性なんですよ。なので、常にそのショートラリーの時でも、もう多分どこでも聞いたことあると思うんだけど、ちゃんと決まった高さと、で、落下地点をちゃんとこう、狙ってるかね、こう、なんていうの、こう、軌道をちゃんと描けてますかっていうね、なんだっけってのテニスの漫画での A ちゃんが出てくるような漫画があるじゃない。あれの中でも、こう、軌道って書かれてんじゃん。で、みんな知らないわけじゃないと思うのよね。ちゃんと毎回毎回自分の思ったところに対して、そのボールが、ちゃんとその軌道、思う通りの軌道に行けてるのっていうね。で、軌道通り行かなかったら、もう一回直すのね。で、そこで手の面、目の使い方でこれで直しちゃダメなんだよ。目でもう一回こう線を引き直すの、狙い直すってやつね。
で、狙い直してっていうふうなことね。で、それをちゃんと毎回毎回こう修正するっていうね、習慣がすごくこう大事で。で、その習慣ができてると、常に試合の中でもこう修正するっていうことがこう安易にできるんだけど、もう、なんていうのかな、こう、コートに入ったら OK みたいな感じでね、もうこんなボールになったり、こんなボールになったり、もうぐちゃぐちゃになっても、一応続いてますっていうのには、なんだろう。その繊細な、調整って、こう、つかないよね、極端に言えばね。識別能力ってある程度、先天的な要素が多いよとは言われる中で、でも、後からちゃんと意識すれば、ある程度フォローができるのね、極端に言えば。で、それにもかかわらず、なんていうのか、適当にやっちゃってるから、だからショートなり見てわかるよね。もう大概ね、ショート見た時にパッともう分かって、もうこの子のまあ心構えからね、もうわかるよね、大体ね。あ、これはダメだな、とかと思ったらね。で、特に今なんかもうテニススクールのね、もうなんか美味しく味付けされた、もう楽しませてくれるようなテニススクールでやってる子が多いから、ちょっとこう、なんていうのかな、こう根気が必要なこと、練習になるともう根気がないから、もう、みたいな感じになってるでしょ。だからこうダメなのね。だから毎回毎回なんかそこを理解して、ちゃんとこう、軌道を修正するっていうね、習慣をね、これをフィードバックって言うんだけど、毎回毎回フィードバックし直すのね。自分の動きに対してこうやったら、こう行く予定なんだけど、実際こうやったら違う方向行った。これは明らかなズレがあるわけでしょ。そのズレを毎回毎回修正しようっていう習慣がなかったら、これは多分無理なんだろうなって、ね。で、悪い子っていうのはこうもう頭の中でね、もうミスしないように喋る、頭の中でこう言ってんだけど、それをなんていうかって呪文って言うんだよね。おまじないじゃ助けてくんないんだよ。だから、常にそういうふうなところからこう調整していってね。で、まぁ、今度の23日も、まぁ、他の日もやるんだけどね、ちょっと攻撃力と、ちょっと早いタイミングをね、ちょっと、もう丸一日ね、ああいうのも、正直丸一日ってなんていうかな、集中してやり続けたらね、多分入るんだよね。今まで入ってきたもん、こう入らない子がね。ずっとそのことを何回も反復練習したら、こう入ってくるから、結構根気だと思うんだよね、そこはね。なので、最終的には、こう、なんていうか、テニスコート、まあ、うちは結構後ろ下がらせたり、下がらせることもするけど、下がってちゃ本当ダメなのね。最初に入っていかなきゃダメだから。だから、まあ、今のテニススクールが、なんていうの、こう、後ろがないから、後ろの使い方から私結構入るだけの話であって、最終的に前に入んなきゃダメなの。ただ、その後ろからまた前に入った時に関してはもう、もうなんていうのかな、こう、ミスだらけになっていくのね、これに関してはね。なので、その時に、やっぱり、どういうんだろう、なんで速いボールがミスするのっていうと、おそらく練習の仕方でも間違ってるのが、ライジングっていうか覚えるんだよね、こう、ライジングね。なんていうのかな、こう、ライジングっていうのじゃなくて、相手のね、ゲームベースで考えたら、相手が戻る前にボール返球しようって考えていいのね。その結果がライジングだから。でも、ライジングを打つんだっていう形式で練習しちゃダメなのよ。極端に言えばね。相手を追い出した。だから次ライジングだ。とか言ってね。で、ミスしてるでしょ。そうじゃないんだよね。相手が戻る前に返球するんだっていうふうなことを考えたら、その時にちょうどあったタイミングになるのね。で、極端に言えば、相手が完全にね、崩れてるんだったら、早いタイミングっていらないわけじゃない。必要最低限の速さがあればいいわけじゃない。極端に言えば。それをわざわざライジングにする必要もないわけよ。極端に言えばね。で当然それは早く相手が戻る前に、ボールを返球させなきゃいけないから、やっぱり必然的にライジングになる場合もあるよ。これはね。でもそこがなんていうのかな。ゲームベースになってない。相手を追い出したらライジングというその形式で覚えるから逆にまたミスしちゃうんだよね。そこね。だそこをまあゲームベースでまず理解するっていうね。だから、もう話戻すと、目と手の協調性ね。で、それでちゃんと狙う、修正するっていう習慣つけようね。ね、で、それができたらゲームベースで考えていって、オープンコート作ったらライジングっていう発想じゃないんだよと。相手が戻る前に返球するっていう発想から入らないと、そのシチュエーションであったタイミングにならないでしょっていうことなんですよ。完全に相手を崩しているのであれば別にライジング打つ必要もないわけね。極端に言えば。だって相手戻れないんだから。極端に言えばね。
だっていうふうに、このゲームベースで考えていってってやらないと、いつまでたってもおそらく攻めていったら負けるんだろうなっていうことで、ね、多分繰り返すんだろうな、僕。だから多くが、まあなんかこうね、もう一回言いますよ。間違ったっておかしいけど、ライジングっていう形式の練習をしちゃうのね、どうしてもね。で、それは無駄とは言わないんだけども、その形式でやるんじゃなくて、ゲームベースでこう覚えていくっていうのが今の時代だから、そっから理解をして、で、まあ明らかにその中でね、ちょっとかなり早いタイミングをこう重点的にやりたいんだったら、たまらしてこうやればいいんだろうけど。そこのね、なんていうんだろう、こうプロセスというか、持って方が間違っちゃってるから、おそらく多分ミス繰り返すんだろうなとかと思うのね。で、結局、決まんないから、結局はもう後ろでこう粘るしかない、みたいなね。そんな感じなの。で、攻め切れる子って本当にもう、ちゃんと、数字少なくて、例えば大阪で、大阪の例えばジュニアでね、いや、本当に攻め切れる子って、たったま、上の4人か5人じゃない、正直言って。あと、その10位からその辺っていうのを攻めていこうと思ったらミスしてるばっかりでしょ。そこなんとかそこから抜け出さないと多分厳しいだと思うんだけど、そこはやっぱりなんていうのかな、反復練習、ちゃんと、理解した反復練習がいるのかなと思うので、まあ、6月23日、まあ、ITF とかで回ってるようなコラムも来てるんで、中学生がね。まあ、ぜひ、まあ、来ていただければ、いいと思うんですけど、また他の日でもね、まだそういうのをやっていきます。とにかく、こう、攻める、今後ね、ちょっと、攻めに入る練習をね、多くちょっと取って、やっていきたいんで、まあ、下の概要欄の方でもね、ちょっと、スケジュール出しておくから、まあ、興味のある方は来てもらったらいいんじゃないのかな、というふうに思いますね。ポジションを後ろからね、今までたくさん、こう、ディフェンスを固めるってことになってましたけど、今度は、どんどん、こう、前に入ってね、攻めていけるっていう内容をね、ちょっと増やしていこうかなと思うんで、まあ、ぜひともね、興味ある方は、一度こうね、来てもらってもいいんじゃないのかなというふうに思います。トリさん、頑張ってください。